はい、皆さんこんにちは、ワンダリングリュウジです。今日はファミスタクライマックスのドリームペナント5周目、最終節スワローズとの3連戦をお届けをしていきたいと思います。では早速ですね、試合を始める前に恒例のファミダス引いていきましょう。今だと1番2番のこの荻野荒木がレベル14まで上がってきてるんで、1番2番を任せられるような、そういう選手金色で引ければいいかなというふうに思っています。じゃあ早速ファミダスの方に移動していきましょう。あとはね、再三ここのところずっと、お話してますけど、打って守れて走れる3番。じゃあまず投手から10連引いていきまーす。1枚できれば2枚ぐらいね、金色が入ってると、当たりかなっていう感じがするんですけどね。ここまでは、全部青か。藤波が出たけど、残念ながら金はなしか。じゃあせめてね、野手の方でザクザク金が出てくれると嬉しいんだけど。ここまで厳しいかな。畠山はね、金色も持ってますからね。お、井口だ。井口はね、引退発表しましたからね。ちょっと残念ながらなしか。どうだ、ファミラス的には余裕があるんで、もう巡礼に引いていきましょうか。最終節だしね。にしようか。できればね、金が出てくれると非常にありがたいんだけど、梶谷とかもね、強いですけどね。ここは金はなしか。糸井もね、金持ってますからね。いやー残念だな。となると泥沼にはまりますけど、投手ももう10連引いちゃえ。投手の方はね、先発任せられる金色が出てくれると、すごくありがたい。マジか、ここまで今回金色0枚だな。40枚引いて、いやーこれ厳しい結果だな。野手もう10年引いちゃおうっていうね、良くないスパイラルに、負のスパイラルにはまっていくんですよね。中村も金色が出るとね、使いたいなって感じもするんですけどね。マジか、金出ないときは全然出ないですね。もうやめましょう、さすがに。ここまで出ないとね、6周目まで一応プレイを予定してるんで、6周目のために取っときましょう、ファミダスは。今日の選抜は千賀ですね。冒頭話したように、荻野の荒木が、レベル14まで来てるんで、そこがね、乾燥しないように早めに、金色のね、1番2番打てるバッターをゲットしたいなというところなんですけどね。ただ、荻野の優秀すぎるからな。この荒木もしっかりですけどね。荒木は2000本安打も打ったし。さあ、ワンアウトランナー二塁で糸井は強振でいきましょう。どうだ、入るか。若干切れてきましたね。当たりとしては申し分ない当たりでしたけどね。最後は落ちるボールに空振り三振で、4番の畠、これは抜けていくね。荻野の足なら返ってくれるでしょう。
で、柳田もね、もう言うまでもなく優秀ですからね。さあ、千賀の1回の裏のピッチング。まあ、千賀は大好きなフォークボール持ってるんでね、最後は落としましょう。一応6周目はですね、コンピューターを一番強い設定にしてプレイをしようかなと思ってますんで、そのためにもやっぱり戦力をこの5周目で充実させておきたいんですよね。山田にしてやられたな。で、バレンティンか。大丈夫か？バレンティン大丈夫か？持ってかれたー。こうやって見るとヤクルトの打線もなかなかどうして強力だな。山田がいて、バレンティンがいて、畠がいる。結構な重量打線ですよね。で、雄平か。逆転のホームランを。バレンティンに計上しちゃいましたけどね。坂本も銀色にカードが昇格してるんで、能力はね、少し上がってきてますよね。村田はゲッツーか。ここなんですよね。走れる。打って守れて、走れるっていうね。三塁手、サードが欲しいんですよね。まあ、千賀はここはもうそのまま、バッティングしましょう。では、2回の裏。1点ビハインドの場面なんでね、ここはもうなんとかこのまま。なあ、追いつけなかったか。そのままいってもいけるかなと思ったんですけどね。で、当てるのがうまい、大引き。大引きはなんとかレフトフライに打ち取ったんで、こっからは確実に0点で抑えていきたい。いいプレーが続くな、レフトは。小川はね、確実に打ち取りましょう。点差だったら3回の表でひっくり返せる。荻野の当たりは三塁線切れていきます。これは落ちるボールに空振り。足速いな。今の当たりで確実に内野安打になるっていうのはね、大きいですよね。で、3番糸井からは2回しか強振が打てないんですけど、強振をしていきましょう。1回目の強振は残念ながら、ファールで、2回目の強振は、まあ、進塁打になったんでよしとしましょう。で、畠山の当たりはタイムリーになる。柳田とね、山田は、どっちが優秀なんだっていう話もありますけどね。さあ、坂本です。よし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 。で、ここでちょっと最近当たりが止まり気味の村田か。とはいえ打率6割。打率6割打ってて当たりが止まり気味だとか言われたらすげえ心外だろうな。さあ、ここは一気に突き放しておきましょう。
森のあたりは越えていく。で、戦眼のところには代打を送っていきましょう。3回の裏は西村健太郎にスイッチしていきましょうね。福留のあたりはショートゴロに倒れて3回の裏になりますね。ここは西村を送りましょう。4点差あればというところですね。よし、これであと1人。こっからね、怖い打者が続くんで、フォークで確実に仕留めていきましょう。よし、まあ危なげない感じですね。ファミダスこそね、ちょっとね、不発な感じでしたけど。中身には満足ですね。じゃあそろそろ本当に荒木がねレベル15になっちゃうんで、どうしようかな。今日の試合盗塁を2回以上したらボーナスがつきますよということですね。まあ柳田を1番に持ってきて、荻野のところに福留を入れるとかでも、まあいいかなって気もしますけどね。そうなるとやっぱ荒木のところなんですよね。二塁守れる選手がやっぱりちょっと欲しいんで、ここはちょっと盗塁決めたいんで、荻野は一塁でストップします。荻野の足だったら確実に。おっと、戻ってしまった。ここは警戒してきますね、さすがに。よし、これで盗塁1個決めたんで3投だ。じゃあ3投はさすがに無理か。できれば荻野にもう1回打席を回さないといけないので、確実にやっぱり投了を決めるんだったら大きいの。そうなるとやっぱり大きいののところに、まあちょっとその戦力的に大きいのの方が使いやすいというのはあるんですけどね。今みたいな投塁を決めなきゃいけないとか、そういうお題が出た時には確実に荻野がいいんですけど、まあ、荻野の代わりに福留を起用するパターンもちょっと考えなきゃいけないかもしれないですね。抜かれたか。で、怖いバッターが続くんだよな。ちょっとここは打たれたくない場面なので、フォークを連投していきましょう。バレンティンとかね、この後の畠山とかも当たったら入りますからね、スタンドに。まあ、ここの先制点はしょうがないかな。この幽閉を確実に仕留めましょう。危ないですね。どうだ、柳田のあたりは、ライト落下点。
坂本のあたりはバレンティンが追いつきます。ん、これはもしかすると荻野が出れないか。よし、村田が出てくれれば大丈夫ですね。村田はちょっとここで止まりましょう。さすがにここでね、まだ2回の表なんで、このまま今村を送る、バッターボックスに送り出すしかないな。まあ、これはちょっとしょうがないですね。まあ、優勝を決めてるチームの余裕というところかな。今村もこの回までかなというところなので、まあ、フォークをうまく使って確実に点を取られず1点差で3回の表、迎えられるようにしましょう。で、荻野はシングルヒットで出てほしい。そしたら確実に盗塁が決められるんでね。どうだ、よし、これは一塁でストップしましょう。で、もちろん勝たないと意味がないので、うわ、アウトか。荻野が刺されるか。マジか、ちょっと想定外だったな。動揺してますけど、なんとかね、勝ちには行きたいんで。これはバレンティンが落下点だな。さあ、いよいよ後がなくなったところで強振でいきましょう。だ。ちょっとうまく噛み合いませんでしたね、荻野の盗塁死含め。そしたら早速ですけども、荻野のところをテコ入れしていきましょう。で、やっぱ荒木の二塁のところはね、どうにもならないからな。まず、そうすると、控え野手で言うと、福留角中。福留角中で言うと、まあ、角中の方が、センターとしては使いやすいかな。で、荻野は、どうしようかな。三塁は倉本に任せるか。で、荻野のところに村田修一入れとく。いや、井口入れよ、井口。いや、今更井口もある、ないよな。感傷的になって、そこで井口を入れるというのも、変だしな。まあ、荻野このまま使い続けるのはもったいないんで、やっぱ荻野は下げましょう。で、荻野の代わりに、じゃあ誰を入れるか、というところですよね。
まあ、梶谷とか入れてもいいけど、いやーちょっと悩ましいですね、本当に。筒香とか入れとくかね。これでいきましょう。で、角中はそうだな、チャンスとギフ、いやー連打かな、入れときましょう。んで荒木はよくて、で坂本か、坂本はどうしようかな、固め打ちでも入れておきますか。で倉本のところは左投手とチーム愛入れておきましょう。こんなところかな、今日は番天発動ですね、先発は。じゃあ最終戦になります。これで本当に走れるバッターがいなくなっちゃったんでね、まあ、角中ももちろん走れないわけではないですけど、おお、バレンティンが飛び込んだか。そうなると急務なのは2番だな。この荒木がもうレベル14、多分上がっちゃうんでね、すぐにでも。この荒木のところになんか金色の選手をどうしても引きたいですね。バンデンハークが今ナイスフィールディングを見せてくれましたけど、だ抜かれた。これは川端なしだと三塁まで余裕で行かれちゃうな。お、止まったか。こっからね、怖いバッターが本当に続きますからね、このヤクルト打線は。想像以上に重量打線ですよね。でも山田、バレンティン、畑、ここは本当に強力だからな。うん、持ってかれるか、フェンス直撃だな。いやー、バレンティンには剛速球も通じないね。で畠山を仕留めて、まあ、この回バレンティンへの、まあ、タイムリー1本でなんとかしのいだという感じかな。さあ畠山がツーベースで出たんで、これは同点にしておきましょう。何？チャンスが一瞬で潰れてしまったな。今のはちょっとミスだったかな。さあ倉本ですね。よし、ナイスバッティング、これで同点ですね。で倉本の後は森が控えてるんで、森には強振でちょっと一発を狙ってもらいましょう。まだ森にホームランが出てないんでね、今シーズン。まあ、途中から正捕手についたというのもありますけど。よし、これで勝ち越しだ。で、バンデンハークのところはもうこのまま打席に入ってもらいましょう。まあ、最終戦は勝って気持ちよく、やっぱりね、入りたいですからね、ドリームファイナルに。よし、これで3回の裏
西村健太郎を投入できますね。そういう環境が整いました。荒木は確実に送りましょう。ファウルか。これはうまい。うますぎるな今のバント。落ちるボールですね。どうだ、ナイスバッティング。畠山なしだと二塁まではちょっといけないな。戻りましょう。これはゲッツになるか。柳田足が速い。これちょっと検証しましょう。柳田でも盗塁できるね。さすがに3投はないかなって感じはするんですよね。いや、坂本はミート打ちでも本当にホームランにしてくれるな。お、抜ける。二塁はアウトか。だ。倉本の足だと二塁までいけないか、今の当たりだと。ちょっと当たりが良すぎたかな。あとはまあ、肩がね、雄平の肩が良かったというのももちろんあると思うんですけどね。雄平肩いいな。マジか。まあ、森の足が遅いっていうのはありますけど、今のも刺されるか。いや、雄平の足の速さ、肩の良さ、ちょっと覚えておきましょう。ではこちらは守護神西村健太郎を投入します。これはさすがにちょっと届かないですね。セカンドの頭上を越えていく。よし、うまくさせたな今のは。これは入るか。入らないけど、ちょっと足的に追いつけないか。いや、まあ柳田で追いつけないんだったら誰が守っても追いつけないと。な、今度はサードはセーフか。で、バレンティン、ドゥハー。まあ、ここはね、もう最後まで西村健太郎に任せましょう。よし。特筆すべきはやっぱり坂本のミート打ちでのホームランかな。さあ、荒木がいよいよマックスになっちゃったんでね、ちょっと次回やるときは荒木のところに誰か違う選手をいよいよ入れなきゃいけないかなっていう感じに、なってきましたね。はい、というわけでドリームペナントは、優勝を飾ることができました。キャンプまでじゃあちょっとプレイしてね、ドリームファイナルの様子は次回お届けをしていきたいと思いますんで、もう少しだけお付き合いをお願いします。まあ、やっぱりね、2番バッター荒木のところに二塁手で金色カードをピンポイントで引くっていうのは結構ね、至難の技だと思うんですけど、まあ、ファミガス自体は余ってるんで、まあ、思い切って
ファミダスを引いていきましょうっていう感じかな。6ばっかだな、マスが。ショップでそもそも2類を買うっていうのもありですからね。内野手か。中田翔欲しいなぁ、1塁。あとは松田か。どうだ、坂本マジで欲しいわ、これ。うわ、坂本欲しい。あとはただ二塁がいないな、結局のところ。ま、坂本だけ買っちゃおうかな。三塁今倉本守らしてるんで、ショートがいないんでね。坂本を買いましょう。うわ、買っちゃった。6か、結局6か。5が欲しかったんだけど。二塁手、なかったですね。まあ、ただ、坂本のところには金色の坂本をね、次回は入れていきましょうか。はい、というところで、ドリームペナント5周目優勝することができましたんで、次回は、ヤングサンライズとのドリームファイナルの様子をお届けをしていきたいと思います。というわけで今回はここまでにします。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。